さんこんにちは。今回の動画は1月19日に JR 北海道から衝撃的な情報がありました。その情報はなんと SL 冬の出現号の牽引機関車 C11-171 のピストンリングが破損していたとの情報です。さて、ピストンリングと聞いてわかる人はいると思いますが、わからない人に説明します。ここからは、ゆうてつがネットから得た情報で、ゆうてつがまとめたことを説明します。もし間違っているところ、足りないところありましたら、コメントで教えてください。さて、ピストンリングとは、ピストンにあるリング、は、のことです。ここでさらに詳しく説明します。そこで必要になるのが、SL はどうやって動くのか、ここが今回の動画で重要になります。SL を動かすには、機関室で、石炭を加湿という、石炭を燃やすところに入れます。出発準備で火を入れる作業があるので、そこで火を加湿に入れます。石炭は、火によって熱を出し、熱は加湿の周りにある水を温め、水が温まると水蒸気が発生します。そして SL は発生した水蒸気を使い、動いたり、汽笛を鳴らすことができるのです。さて、SL は水蒸気で動かしていることが分かった。しかしピストンリングは分からない。ということで、次はピストンリングを説明します。ピストンリングとは、SL の先頭にある箱です。SL を見たことある人なら誰もが一度は見たことあるところの一つでしょう。その箱の中にピストンという、水蒸気によってピストンが押され、前に進んだり、後ろに進んだりすることができます。しかし今回破損した場所は、ピストン弁という部分です。ここでは、水蒸気が左右片方に水蒸気を送るために、片方を開けて、もう片方は閉めておく。そうすることで、その下にあるピストンに水蒸気を交互に送ることができるのです。しかし、ピストン弁で重要となる部品、ピストンリング、が試運転で破損してしまったのです。ピストンリングが破損するとどうなるのか、先ほど説明しましたが、ピストン弁は水蒸気を交互のピストンに送るためにある部品です。ピストン弁が破損することで、水蒸気を交互に送ることができなくなるということ。すなわち、SL は動くことができなくなってしまうのです。幸いにも破損したのは、ピストンリングの周りだったこともあり、自走で釧路運転所に戻ってきたとの情報がありました。C11-171 でのピストンリング破損の話はここまでですが、ここで疑問に思う人もいるでしょう。SL 冬の出現号は運転中止になってしまうのか、と思いきや。まさかのディーゼル機関車での牽引を JR 北海道が発表したのです。ということで、2022年、DL 冬の出現号が誕生します。ぜひ乗りに行く方は楽しんでいってください。本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。涙の向こう、それはどう